町浦ピンク頑張れアナカクファイブスタートでーす。お願いします。どうもどうも、はい、タロとザオノでズンズンポイポイです。お願いします。ありがとうございます。います。いや、結局ね、結局、はい、テーマパークで働いている人が一番かっこいいですね。ですね。うわ、舐めた。私は味だ。ちょっと嫌、ちょっと嫌になってきました、このテーマパーク。はい、亡くなった友達の墓前に行って、その友達の友達が来た時に、うん、これ何話すかっていう、こう難しいですよね。わかる、それめっちゃわかりますね。あ、誰か先に来てる。また来るわ。あ、田中の知り合いかな。顔変な人や。顔変な友達や。俺知らんぞ、この人。このお笑いのね、はい、師匠と弟子の関係性って、はい、あれ、たまらんすね。たまらんすね、ですね。で、私が一回でもチンチン噛んだら出してあげるわ。なんでなんですか。どうもどうも、太郎と申します。私じゃあ書いた、めっちゃ書いた。山で、はい、自給自足の生活している人たちが一番かっこいいですね、うん、かっこいいですね。それ全部脱ぐの。やめちゃった。でかくて怖くてくせえ。でかくて怖くてくせえよ。くせえってなんですか。どこしたい。家横やから言ってたんですけど、ごめんなさいね、エキスポの話。ジャングルを、なんていうかな、なんか、ジャングルの川みたいなのを、こう、丸太みたいに乗って、ぐるって丸10分ぐらいのコーナーがあるんです。コーナーアトラクションあって。まあ、それはお金持ちは払わなくて。まず、あ、子供向け危なくないから、はいはい、こう、川が流れて、そこを見て、急に恐竜がわー出てきたりするやつで、プシューっと音になったりして、わ、怖いとかやんだけど、これほんまなんですけど、なんでかしらないけど、最後降りたところに、梅宮達夫の銅像なんですよ。これほんまなんですよ。あれちっちゃい頃何でなんだと思って。意味は分かんないですよ。タッチャン付けじゃん。タッチャン付けのあのエプロンしてる銅像。マジでそこ。タッチャン付けじゃん。タッチャン付けの。なんか意味は分かんない。